はい、そしてここね、小郡市の松崎地区ですね。旧薩摩街道ね、行ってみましょう。そうそう、視聴者の方から街道ではなく街道ではないかというコメントが来たんですけど、福岡には朝倉街道とかですって地域でつく名前があって、なんか周りに聞いたところ、まあね、田舎のね方だと街道とかを街道って言うんでしょね、という地区もあるらしいです。結構みんな街道って言っとるよね。あ、今日月曜日やけん閉まっとるね。これが昔のね、多分でもこの地区もしかしたらちょっと古いのが残っとるかもしれんね。てか古いよね、ここ。松崎宿にはね、唯一現存する、ね、これ油屋、昔の旅籠建築の姿を残しているね、唯一の物件ですね。年代がね、18世紀頃ですよ。昔のままの入り口やね。これちょっとお直ししてますけど、あ、歴史を守る会みたいなんがあるんやね、こういうのね、うん、日曜月曜祝日はねお休みですね。ちょっと歩いてみましょうか。これ裏も行けるのかな。うん、昭和初期まではね、まあ、旅館や料亭として、その後は西郷隆盛や有栖川の宮たる人親王、そして乃木希典などのね人物も利用したということです。これすごいよ、ちょっと裏作りが、うん、これね結構直したとはネットに書いてあった。あ、これ井戸やね、井戸の跡かな、井戸やね、これ昔のやん、そのまま残っとるやん、これ井戸や。あ、井戸じゃない、これあれやん、五右衛門、風呂かな、五右衛門様やん、だって鎌が引いてあるよ。そうね、五右衛門風呂の後やね、ほんとやん、五右衛門。あ、見て見て、こんなんとかも、ほら、ね、昔のままよ、これよ、ここに泊まった人たちの、そうそう、もともとね旅館でも使っとったらしいよ。これ西郷隆盛とかも着とったとよ、ね、これ離れやね、へえ、廊下で繋がってたんや、そうそうそう、これで、あ、これを引いてね、うん、わ、すごいね、なんかなんか見たかったな、なかなかいいじゃん、うん、ここいいね。奥は廃墟？これなんやろ？これもなんか古いよ。これ何やったっちゃう？あ、でもあそこなんかあるやん。何が残っとっちゃう？お堂かな？ちょっと窓んとかお直ししとるけど。あ、そうかもしれんね。あ、そんな感じやん。うん、ほんとやね。へぇー。お恵比寿様。あ、ほんとだ、恵比寿様。古い古い。あ、この辺、レンガの門とかもね、残っとるね。これもなんかの、あれやない？ねえ。ほら、これ。向こうも。どこどこ？あ、ほんとだ、ちょっと行ってみよう。古いね。あ、結構残っとるね。なんかもう少なくはなっとるとは聞いたけど、でもなかなかのお家じゃなかったのかね。うん、これ一般宅？そうだと思うけど、分からん。私こっちの方が気になる。これ行ってみよう。あの塀も開いたね、これ廃墟やない？ちょっと待って、こっち、これすごいね、こっちの方が気になる。あ、なんか看板がある。あ、なんかこれ見て、すごい、これ石炭巻きバーナー、これなんかすごい、これ昭和風呂と書いてあるやん、これちょっと、ってこと結構これ古いったいね。古いよ、これ見て、天理教で使っとったったね。えこれやばいね、こここれは中にいっぱい残っとっちゃない、なんか下になんかいろいろあるやろ、うん、なんて書いてある、
用水反対になっとるけど用水って書いてある。これ結構すごいよこの家。あ、ほんとやん。土蔵があって三原さんって書いてある。あ、ほんとやん。もう町に、あ、漆喰がもう取れてきとる。町に寄付したやん、これね。住んどらん？いや、もう買いてしまうから寄付したやん。まあ、こっちから必要、その家が必要。こっちか。て、あー、見えん、ね、見えん。これ手入れも大変やろ、ね、だからもう寄付しちゃうね、うん、見れんけんね。これもさ、戦後すぐの家とかやないね、薪やけんね。すごいね、なんかいろんなもんがなんか、ね、ほたられとる。すごい、うん、ね、立派なね。わ、上がまた古いね、あの木のね、戸がすごい。あれ蔵？蔵やね。蔵か、うん。結構裏の方にいろいろあるっちゃね。あ、来て。わあ、すごいなんか大正っぽいね。うわあ、すごいねここ。なんかこれ作りがすごい。なんかちょっとね、洋っぽいね。うん、この辺もなんか あったっちゃろうね、うん、あ、鬼瓦が捨ててある。いや、これさ、こじゃれとるよ、うん、ハイカラやん、ハイカラ物件ね。あ、これとは別やね、またね、これね。これは蔵やから、うん、人が住んだわけじゃないでしょ。そう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 。でも家は偉いしないな。うん、そんなに広くはないね。ね、あれ石垣が残っとるね。これ普通の家。屋敷全部一緒やったかもしれないね。あ、丸ごと？狭すぎるもんね、あそこだけ。うん。ここさ、ねえねえ、石垣が残っとるよ。あ、これ書いてあるやん、ほら。あ、これやっぱほら、構え口やん。北構え口だって、ここが。うん。あ、軸のね、入り口ね。うん。だからここにおいさんがおったとよ、ちゃんと。周囲の、ね、団子屋って、こことここね。あ、これすごいね、その当時の石やろ、これすごいよ。しかもこれも昭和にこの看板がね、置かれてる。52年ってこの看板結構ね、宿場町ね、いろいろ回ってますけど。あ、ここなんかどんぐりでかい。これここのどんぐり、なんでこげんでかいの。これシイの実かな。でかくないこれ。これなんでここに一円玉置いとっちゃうね。あ、この辺もね、栄えたっちゃろうね。これさ、レンガのここ門になっとるよ。昔なんかあったっちゃろうね。何も書いちゃおらんけど、うん、古い。見てここ、この出口ねえ、あ、そう、当時の前そげん簡単に崩れんくさ。これはちょっと年季もんやね、うん、あの家も正面の。だってさ、ドアがさ、横についとうとよ。うん、ちょっとまっすぐ行ってみようか。ここをずっとみんな歩いて行きよったったいね。薩摩だからね、薩摩街道だから鹿児島まで行けます。
こっから鹿児島までどんぐらいかかるっちゃうのね。とんでもないけど、昔の人は歩いとったとよ。そうよ。旅籠油屋。文字がいいね、これ。ね、シックの固定ね。うん。固定いいよね。私も固定大好き。あそこもなんか、ね、石柱があるよ。何やろ。これももっとなんかでしたみたいな。ここも、まあお直ししながらやけど、結構、ね、モダンやね。うん。大きい。うん、大きい。これでかいね。立派よ。これまだ住んでるよね。住んでる。広いね。うん。ヤンマーが走りよる。見てここ。家紋が入っとる家紋。ねえ。普通の車じゃない車も走っていいのここね。この利用室すごいね。これ昭和っぽくない？うん、すごくない？こ見て見て見て、屋根の中、ね、あれわらぶきやん。わらぶき、わらぶきよこれ。この右側のこっちも大きな家やね。奥の方がここ、ね、うんうん、そうやろ。これは古いのね。古い古い。これこっちも残っとるね、まだね、古いところ探せば。それだけ反映してないっていう。ちょっと行ってみよう。なんかすごいもんがあるよ、ほら。看板とかすごい。これさ、ヤン、誰だっけ、ヤンマーのほら、マーボーとターボーター。これ知っとる？これはそれは売れるくさ。これ昔 CM で撮った。すぐ思い出し嫌いだったけど、それとかわからんやん。これさすごいね、なんか昔の看板が。てかさ、これ現役？わからん。これ前なんか買っとったじゃない？ここで。あ、これすごいね。住んでられるね。ああ。もう出ておらん感じやね。うん。うん、もうあの養老院に行ったらしちゃう。最後の場所。痛いことはいつも言います。ちょっとこっち。ね、魔法使いみたいな。魔法使い。そげになるよ。みんなそげになる。あ、あそこになんかある。ね。あれまたエビス様。これすごいよ、すごいよ、すごいよ、すごいよ。それエビス様やん。違う？これどうなっとっちゃろう。しかもなんか上になんかこれかぶせられとるし。これ、いやほら、なんかバケツみたいなのがかぶっとる。てかこの家は空き家か。うん、この辺古いね。これも空き家やね。空き家やね。うん、空き家やん。もうだって2階がやばいもん。やばい、すごいね。うん、そういう。あ、あの奥とかすごいね。あの真正面。うん、遊郭なかったとかな。いや、あっても多分わからんね。裏の方とかにね。じんまりと。うん、そうそう。これこの通りってさ、あ、お店やったけ、なんか商屋とかあったじゃない？一本入ったら。わあ、これ、相当古いよ。あ、しかも時計店やったってよ。時計店。ね、これすごいね。作りが。これ裏口んとこもすごいよ、ちょっと。ここ見て。結構まあまあの家やったね、これね。うん。
いやーすっごいね、一本入ったら、うん、でかい、でかいね。ちょっと待って、こっち行ってきます。ここももう空き家やね、多分ね。えっぽくない？ほら、外れとるやん、メーターが。この NHK とか古いよ、これ見て、うん、相当古いよ、これ。これは古くない。ここさ、目が開いとる。なんか作りがすごいね。すごいとこが次々出てくるよ。こっちの方があれみたいね。こっちの裏通りが面白いよ。うん。うわすごいね、これ昭和やん、昭和。裏までずっと繋がってるじゃん。何かれとったよ。分からん、なんか商売でしょ。ね、ここもやばいな。うん。ね、これ斜めっとる。斜めっとるよ。うん。これやばいね。これ掘ったて小屋じゃないよ。ちょっと。ちゃんとした家。ああ、この NHK 古、またさらに古いやつかな。昔はみんなこのぐらいの家を住んどったて。ねえ、家の中がさ、何気に見える。なんか、気になる。だけど違う、これ昔あったやん。さっきの。塩の入れ物。塩の色もこれ。そうよ、これ昔塩入れてから置いとったとよ。うん。あ、ねえねえ、ここさ、なんか見えますよ。おー、てか別にまあゴミしかないか、いらんもんしか置いてない。すごくない？すごいとこやね。これ、洒落とるよ。これ庭やったっちゃろうね、ここのお家のね、きっと。でも向こうにも、ね、入り口があるよ。縁側があるよね、あれやけど。これ、まだ住んどるね。住んどる。昔お店でしたみたいな。住んでない？でも花が咲いとるけど、これすごい。七輪とかある。来て。なんかすごいね、ここ。いい感じだと思います。ほら、だってさ、窓とか木枠だよ。ね。こっち抜けていこう。多分近道。すごい家があった。あれはすごいよ。あれ。あなたの好きなトタン屋根。ちょっと行こう。これすごくない？基本的にトタンのあれは嫌いだけど。これやばいね。これいつのですか？これはかなり古いよ。ね。これカフェにはちょっと無理やろ。これ見てん作り。うわすごいね、ここ。これってさ、中何があるっちゃろうね。え、倉庫？倉庫のつもりで建てたん？いや分からん、なんかそんな気がする。ちょっとした直木ぐらい。こっちから見たらそげん大したことない。うん。窓がない。
わあ、すごい。てか上まですごい。テレビとかはそんなに古くないな。